例えば混んだ時とか奇襲中の桟橋で8尺9尺の単管で当たりをもらえない時にちょっと有効な釣りってことで13尺ちょっと大きめの釣りのメーターセットをやりたいと思います。とりあえず状況がわからないんで、まあ基本的にちょっと馴染みを入れて今釣りやってます。まずは打ち返し、はいはいはい、そうですね、とりあえず馴染んでばらきが抜けてちょっと待つかな、待つというかまあ様子見で、うん、なんちゅうの、何秒でもないですけど、なんとなくちょっと様子を見て切る感じで今自分なんかやってますね。なんとなくですけど、ジャミかなんかわかんないけど触ってますよね。でちょっと様子を見て切る、うん、この回のリズムですかね、うん、とりあえず今40スタートなんですけど、下針がもうちょっと打って当たらなければ伸ばすかもしれないですね。当たりましたね、でも。今で開始何分ぐらいですかね。10分ぐらいですか。あ、でも思いのほか、これがやっぱり13尺の大きめを打ってる効果かもしれないですね。でもやっぱり冬ですね。前のとは当たったんだけど、このぐらい当たりませんもんね。お、でも今ちょっと触ってますね。うん、なんかいるのはいる感じですよね、今。餌落ちの人のグリーンがちょっと煽ってるんで、ちょっと待ってみて。で、当たらないんで切り。
今回はちょっとわざとしっかりめにつけて当たるか今様子見てます、うん、今触りましたね、うん、ただ当たらないでキリです。今も触りましたね、なじみ用に。お、当たった。今はちょっとわざと甘くつけてみました、様子見で。でも当たりましたね。まず今日のセッティングなんですけどね、竿は13尺です。で、道糸がナポレオンの 0.6 を、さすがにちょっと寒くなってきたんで、仕掛け自体はライトです。で、ハリスがナポレオンの上が 0.5 号で8センチ。で、下が今、同じくナポレオンの 0.3 号で40センチがついてます。で、針が上張りが極みやらずの7号。で、下張りが食わせひねりの3号で今やってますね。はい。で、浮きが、安家のノーマル2の2番です。今日のバラキなんですけども、粒線を 100cc。で、トロスイミを50。で、セットガンを100入れまして、それに水を300です。で、それ5分ぐらい置いて、そこに、セット専用を200、GTS を200、で、セットアップを200ですね。で、食わせるのが簡単で、簡単、粉が 10cc に対して、水が 13cc くらいですかね。それでやってます。でも、急に降ってきたね。なんかしんどいけど。まあ、ノーマルっていうか、その、計算に入ってますけど、サナカンって言えばサナカンなのかな。計算に 20cc ですね。20cc で、電力が2杯。です。急に動いてきて一気に寄ってきた感じなんで、調
ここでちょっと張り付けます。40だったのを35に詰めます。ただ今ハリスを詰めたんですけど、例えば真冬の日曜日とかでしたら、何ですかね、あんまり早く行動しない方がいい時もありますね。空通が続いたからと思ってハリスを詰めて、あ、ちょっと当たりがなくなったと、でもう一回ハリス戻しても当たんねえってことは結構あるんで、真冬の例えば日曜日とかでしたら自分は後手後手、もう当たりをもらうぐらい、体が多いぐらいの方がいいような気がしますよね。これでもまだ長いかもしれないな。あ、でも詰めて第1号お、いいからちょっと下張りを詰める前に手直します。ちょっと手直します。ちょっとお水を打って生粒いい感じ。どうぞどうぞ。なんですかね、ちょっと気が動きすぎたんで、うん、でちょっと魚をない下げる意味というか、うん、そういう意味をで、あの生粒、うん、どのぐらいですか。は、量的にどのくらいだろう。このくらいですかね。一つまみというか半握りでもないですよね。一つまみぐらいでいるかな。ただね、生粒いるとどうしても餌が縛るんでね、その辺だけちょっと気をつけてもらって、うん、自分なんかちょっと手直した時に生粒入れるんですよね。うん。おっとみたいですね。うん。眩しい。
さっきよりいいかな。そういう時には。例えばもうちょっとあの時期的にあったかい時期でバラ系もう結構なんですか食べてくるとかあるじゃないですか。その時は自分なんかちょっと手直して GTS 足して積極的に呼ばれ食わすこともあるんですけどね。いい感じ。サイズもまあまあです。よいしょ。でももう12月だっていうのに浮き動きますね。やっぱりこれがちょっと浮き打ちしてるのがいいのかもしれないですよね。これが浮き打ちのいいとこかもしれないです。いい感じですか。今釣れてるあたりほぼパーフェクトで、まあまあまあそうですね、うん、結構バラケを抜いてくれるのが、そう、でもちょっとしたあの潰せのパラパラあれも効いてるかもしれないですよね。ねえ、やっぱり単価よりやっぱ若干さ、ヘラが素直ですよね。ちょっと落ちるのがね、それがいいですよね。まだ新ベラが入ってなくて、このいいサイズ出てるもんね。やっぱり、お気打ちの効果だね。いやー、ちょっと息が動きすぎるな。違う。で今何発かちょっと辛くって浮きの動きが激しいね。もう一回パラパラと潰せ出します。ちょっと何発か辛くなったんで一回針を詰めます。35センチから30センチ。それで今針巣を35から30に詰めたんですけど、多分セットやり慣れてる人は2センチとか詰める人が多いと思うんですけど、自分の場合5センチくらい詰めた方がメリハリができるというか分かりやすいんですよね。例えば35で唐津が続いたからといって30にしたら当たりがなくなるってことも多々あるんで、自分で迷わないように自分は
ハリス積むときは5センチぐらい積めます。ちょっと試しに下張りのサイズ開けます、うん、今3号です。で4号にしてちょっと元の長さの35センチでちょっと一回様子見ます。いやいやいや。でもなんとなく冬によくあるパターンですよね。意外と日中あったくなっちゃうポカーンとしちゃうと。いやー、糸取ればっかり、うん、武蔵の池の中では棚浅くします。浮き糸で一本分ぐらい、うん、棚の規定がないってことなんで。いや相当水面すごいな。
ってねえだろうな、うん、よし、うん、動きます、あの浮きを大きくします。タメらしいですね。だから今煽ってるの煽ってるんですよね、うん、いや久々に釣れた。これはまあまあサイズだね、うん、ということで今稲村さんが言ってた、バラケあんまり小さくしないって言ったじゃないですか。なんかバラケ小さくと魚も小さくなる気がしちゃうんですよね。ある程度大きめの釣りってちょっと大きめのバラケを入れてた方がいいヘラもまた気がするんですよね。サイズ上げて正解ですね。ちょっと落ち着きましたもんね。まあでもこれ多分ね、池の癖は癖なんでしょうね。ちょっと何発か甘いのっていうか、あの空振ったりすると魚としても上がっちゃうんでしょうね。いやー、糸ずれすんねえな。いい当たり。なかなかね、8着9着だと当たりもらえないですけど、こういう大きい打ちやってもらうとシンベラも当たっていいヘラも出るし、結構量刑も当たるんで、ぜひやってほしいですね。この冬楽しいですよ。